仁鶴師匠はもう吉本の超重鎮でいらっしゃいまして、もう古典落語も僕はあの考えたら物心ついた時にあの初天神とか道具屋というあの古典のあれはもう仁鶴師匠のなんかこうものでこう体に刷り込まれたみたいなのがあるんで、もうやっぱり僕らのこのお笑いの元になるところっていうのは非常にあの仁鶴師匠がだいぶこうグッとこう占められてるっていうのはもうこれ言っても過言ではないと思うんですけど、やっぱり仁鶴師匠昔あの家がね鉄工所やってらっしゃって、やっぱどんな金属をよくあのあそこってらっしゃったのかなと思うんですけど、鉄ですか、あアルミです、どういったものをよくあそこでいらっしゃったんですか、どうなんかな。